Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。 みゆきと村さんの月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦みゆきです。村沢でございます。キュー出してくれてどうもありがとう。とんでもございませんです。今夜も始まりましたね。はいはい、ちょっと思考を変えてオープニングテーマからちょっとお送りしておりますけど、うん、そうですね。はい、ね、うん、今日来る時にね、はい、もう暑いじゃないですか、うん、もう汗びっしょりになって、うん、でそのなんでこんなに汗びっしょりになるのかと、うん、いうことなんだけど、うん、もちろん陽気がね、こう暖かくなってきたっていう、春が近づいてきたっていうのもあるんですけど、飯田が出かけるときに必ず、うん、今日はまあラジオの収録があって、はい、まあ、出かけますと、うん、うちの母親にね、うん、で、杉浦さんと一緒に、まあ、やりますっていうこともうちのおふくろは、はい、まあ、承知してるわけで、はい、で、まあ、ディレクターの春さんもね、うん、言うし、まあ、女性の現場に行くと、うん、いうことをうちの母親はまあすごく心配していて、なんで、あれ、としこちゃん今日杉浦さんと一緒やね、今日杉浦さんとラジオ一緒やから、うん、お風呂入ってきなさいと、うん、風呂に入れたがるわけです、うちの母親は。で、なんでお風呂かいって聞くと、いやあんたね、うん、まあ、お風呂入ってった方がいいって、まあね、言葉濁すから、うん、なんでかなって思ってたら、うん、ある日、うん、なんか、部屋になんかどっか仕事から帰ってきて、部屋にガラッて開けたら、うん、ベッドの枕元のとこに、うん、ボールみたいなのがいっぱい入った芳香剤あるじゃない、うんうんうん、ぼよぼよした、うんうんうん、あれが4箱置いてあったのよ、4パック。イクラみたいなやつでしょ。そうそうそう、イクラのでかいみたいなやつの、うんうんうん、こんななんか10センチぐらいの箱に入った、うん、微光空間みたいなやつ、うん、匂いがすごいする、うん、あれが4つぐらい置いてあったの、うん、これなん、芳香剤4つってことは、うん、俺だいぶ臭いのかなと自分がっていう思いがあって、うん、これである日その前4つ、うん、2つを、まあ、2つぐらいなら分かるじゃん、うん、ベッドと、まあ、例えばステレオの前とか、うん、予備じゃない、予備、いや4つだよ、うん、でもいいよ、そう4つ、うんうん、つけましたよ、すべて、うん、で、ある日、ベッドに横たわっていて、で、俺がで、起きて、うん、トイレに行って、うん、でもう一回二度寝しようと思って、うん、ベッドに帰ってきて、うん、横になったら、うん、あれ留守中に誰かおじいさん横になったんじゃねえかって思うぐらいベッドが臭いわけだよ。だから自分でね、自分でずっと寝てるとそんな気づかないんだけど、うん、意外と俺くせんだなっていうことにその時気づいて、あっ、でガテンが言ったわけ。うちの母親が微光空間を4つ買ってくるのも、杉浦さんと会うんやったらあんたお風呂入ってきなさいってすごいしつこくお風呂に入れたがるという理由も、うん、よく分かったと、あ、いうことで、それから、うん、ボディシャンプーを変えたんです、はい、伊藤秀明くんが CM してる、うん、デオーっていう男の匂いを消し去れみたいな、その加齢臭か何か、なんかちょっとスーッとするやつで、黒い、高いんだよあれ、笑ってっけどそうなの？そうだよ、1800円とかボトル1本で、うん、でそれを使うようになってから、うん、その微光空間、うちの母親が買ってくるのが2つになったんだよね、減ったんだ。そう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 、だからちょっと匂いがだいぶ、うん、軽減されたんだなっていうこと。でもラジオの収録行くって言って、お風呂入ってきなさい、お風呂杉浦さんと一緒やんなやろって言ってお風呂には入れられるという。なんでだろうね、さ、うん、微光空間もいいが、うん、匂いの元を断つために、うん、ファブリーズの方がいいんじゃないの。ファブリーズなんていうのは、うん、もうとっくに巻いてんのさ俺は。あ、そうなの。そうだよ、部屋のカーペットがびしょびしょになるぐらいもうファブリーズ巻きまくって、今日だって出かけるときに、うん、ファブリーズ巻きまくってくるからね。なんなら帰ってきてお袋の靴下からファブリーズの匂いがするぐらい俺の部屋歩いただけで全身ファブリーズになるぐらい。そんなに。そう、ダウニーの香り、結構ファブリーズ使うよ俺。あ、そう、そうそう、1週間にあれボトル1個ぐらい使う。
あ、それはすごいね。うん、だから毎日ちゃんとシュッ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 やってんだから、匂いとかにはすごい、気にするわけよ。うちの母親もなんかその鼻がさ、良くて敏感なんだよね、匂いに。そのくせなんか鼻が詰まった鼻が詰まったって耳鼻科ばっかり言ってんだよ、それ。どっちが本当なんだか分かんない。だからその匂いに関しては割と、まあ結構敏感なんだね。へえ、うん、だからやっぱ気遣いますよ、同居してる以上ね。そうね、なんとなくこうやっぱり相手に対して失礼じゃないですか、うんうんうん、だから大きい方トイレでね、うちトイレが換気扇ついてないから、大きい方した時は、これもなかなか匂いがこもるから。窓がある の, あ, のあるあるある、窓は開けとくんだけど、でも窓を開けるとそこはなんかこうマンションの廊下みたいになってるから、あ、見えちゃうんだ。そう、見えちゃうっていうよりも俺の匂いが廊下にこもっちゃってなんか異臭騒ぎになったらまずいじゃんかだからあんまりこう窓も公害なの。そうなんだよね。だからへえ、火がつくぐらいなかなか濃い匂いだから俺のは。あ、そう。だからもうあのシューってやつあるじゃん。うん、瞬間でね。そう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 、ね、あれもすごいから、シュー、もう6秒ぐらいシュー。それやりすぎでしょ、うん。あれも1週間に2本ぐらい使うね、俺。マジで。なかなか匂いをね軽減さすのはね、やっぱり気使いますよ。そうか、うん。女性はほらそうでもないんじゃないの？なんかどう？男の人の匂いの方が、女の人もまあ加齢臭は出るとは言うが、ただ男の人の匂いの方が目立つよね。そう、目立つって言い方変か、分かりやすいよね。あ、そうでしょ、うん、なんか鼻にこうズガーンってくるもんね、匂いが。自分で言うのはあれだけど、うんうん、女性の方の匂いっていうのはこう、なんていうの、むしろさ、女性がこう匂いしてくれた方が、ちょっとまあ嬉しいっていうかさ。そうだよねなんか、うん、なんか、いや、そう、わかる、言いたいことは あるでしょ。うん、あるね。そうそう、みゆきは残念ながらちょっと無臭なんだよねごめん、ちょっと口の中唾いっぱい溜まっちゃったあのみゆき城は割とこう匂いがないから、そういう意味ではなんかこうここに一緒にいてもね、なんかそういう楽しみはないんだけど。あ、うん、楽しみってなんだ。私さ、電車で来たんだけどね、電車で動いてるんだよね、隣の人がね、外人さんだったの。あ、はいはい、その女性がね、こうスペース、めっちゃスペース狭いところにご両親で入ってきたの、はいはい、それこう感覚合ってるかなっていうぐらい、この自分のね、車幅感覚ってなんていうの、無理やりこうなんか押しのけてね、そうそうそうって、そうそう、入ってきたのはいいんだが、めっちゃカレーなの、匂いが。もう全身カレーなの。カレーどっち？カレー食べるカレー。あ、うん、そっちのカレー、漢字のカレーじゃなくてカタカナのカレーね。そう、おお、そうなんだ。すごいな、この人、全身からカレーって。じゃあそっち系のなんか インド系の人なのかな。そうだね、もしかしたら。そうだね、カレーばっかり食べてる人。そうそう、だから私もカレー大好きですけど、今匂いで思い出したんだけど、そういうのもちょっときついかもしれない、ね。いや、だからさ、そのなんていうの、ビジュアル的にお皿からその匂いが出てると、そうなんだよね、美味しいと思うんだけど、人からそのカレーの匂いが出てると、ね、ちょっと違うイメージになるよね、そうなの。やっぱり嫌だもんね、すれ違いざまにハンバーグの匂いする人とかさそのピラフの匂いとかされちゃうと、なんか、あ、この人どういうなんか食生活なんだろうとか、どういう生活なんだろうみたいな、ね。そう、だからお魚屋さんも、よくお魚屋さんで働く、市場とかで働く人は自分ですごい気をつけてるっておっしゃってる方多いじゃないですか。そうだね、結構こう生臭い匂いがついちゃうというか。言ってた言ってた、ね。俺やっぱりね、何年か前かな、ちょっと鶏肉屋さんで、2、3年働かせてもらうタイミングが、鶏肉、そうそう、鶏肉ちゃんと自分のところでさばいて、そのなんかおろして、焼き鳥屋さんとかにおろしてる鶏肉屋さん、浅草の、そこでちょっと仕事させてもらってる時は、やっぱりそこのね、息子さんとか娘さんたちが若い頃に学校とかに行くと、ちょっとやっぱ鶏のその肉の匂いがするって言って、ちょっといじめられるじゃないけど、そんな風に言われるから、もうずっとお風呂入って、もうなんか学校行く前もずっとお風呂入って、体全部きれいにしてって言って。かわいそうだね。すげえかわいそう、ね。だからまあ、うちのおふくろがね、そうやって匂いのことをね、気にしてくれるっていうのもね、まあ、ありがたいことじゃないか。まあね、そう、年彦ちゃんだからね。そうなんですよ、おふくろほら前も言ったけど大好きですからね、僕のことが。そうですね、はい、可愛くてしょうがないですからね。そうみたいですよ、年彦ちゃんがね、出来が悪いから。いや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 、でまた
一緒に住んで面倒を見てくれてるから、うん、余計こう愛おしいというか、そうなんかね、ありがたいというか、どっちが面倒見てるのかちょっとよく分かんなくなる時はあるんだけど一応でもなんかそういう仕事分けというかね、うん、高いとこにあるものをなんか俺が取ってみたいな、うんうんうん、で、まあ、その掃除洗濯は一応母親がしてみたいな、なんか分担がね、なるほど。でご飯は、ね、昼飯は基本的に僕が、あ、作るんですね。もう今 90% 僕がやってますね。へえ、はい、割と料理に凝るんでね、俺は。得意料理は何ですか？割と、パスタのジェノバソースですかね。なんだそりゃバジルソースのね、うん、あのパスタなんです。フリッジっていうこういう短い、うん、なんかこんぐらいのグニグニグニってねじったパスタ使うんだけど、それがうまいんですよ。またなんか味が染み込んで、よかったら一度食べに来て、うん、うちの母親も杉浦さんよかったら、ね、うちに呼んであげてって言って、そう言ってくれてる。じゃあぜひぜひぜひ、よかったら、はい、で私も行って一緒に、としひこちゃんって言って怒られちゃったから、そうなんか意外と話が合うかもしれないです。出来の悪いね。そういやいやいや、出来は悪くないですけど、ぜひともね、うん、じゃあちょっと今度お邪魔させてください。ぜひお待ちしておりますので、ご視聴してください。そうですね、はい、はい、お待ちしております。お願いします。はい、杉浦は見た。いやー、しかしこれいつ聞いても、いつ聞いてもおもろい。これおもろいね、秘密兵器ね。あ、でも救いなのはあれだよね、このキャーの後にこの陽気な BGM がかかってくるから、そうね、なんとなくそんな空気じゃないなっていうのは、こう聞いの皆さんにも分かっていただけるから、そうですね、いいかなということで、はいはい、このコーナー、みゆきちゃんがね、はい、はい、いろいろ感じたこと、見たこと、聞いたこと、はい、いろんなことを、気ままに喋っていくと、そうですね、いうコーナーでございます。はい、今日どんなことを見たんでしょうか？ですね、この間スーパーに行ったんです。お、そしたらね、今このコロナ禍の中で、やっぱりお年寄りが一人で住んでらっしゃる方っていうのも、うん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 、結構周りに聞くと多くって、うんうん、私がこの間行った時に、とあるおばあちゃんが、おばあちゃん、あの、なんて言えばいいのかな、ベビーカーみたいなカートあるじゃない、荷物も乗っかる、こう押すやつ、うん、分かる分かる分かる、お年寄りが押してるやつね。そうそうそう、うん、で開けるとそこに買い物をしたのが入るような、はいはい、杖の代わりにもなるんだよね。そう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 、転倒防止にもなる、はいはいはい、うん、あれを押して買い物なさってたんですよ、うん、で私は、肉のコーナーに大体多くいるんですよ。おうおうおお、肉好きなんだね肉好きだ、肉好き女子だから野菜んとこはすごい勢いで通り過ぎるのに、おうおうおう、肉じっくり見てんの？肉はじっくり見てる。どれがいいか、はいはい、で家で買うときは豚肉多めに買うんですよ、おお、そうかそうかそうか、豚肉はいろんなもんに使えるじゃないですか。そうだね、で多めに買うんですけど、その時も豚肉を見ていたの、そしたら私がどれにしようか見ていたら、とあるおばあちゃんが、そのおばあちゃんがカートをしながら寄ってきたわけですよ。おう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 、で私は大きいパックを買うの、いつも。ああ、そうかそうかそうか、まとめ買いね。そうそうそう、うんうん、そしたらおばあちゃんが横からヒュッと私のことを持った肉を除いて、そのお肉の方がお安いって言うから、なんだと思っておばあちゃんの見たら、普通のちっちゃいパックを買ってるわけですよ。はいはい、そうだね、一人暮らしだから、そうそうそう、で同じお肉なんだけど、やっぱり大きいパックの方が安いわけですよ。割安ってことね。割安、うん、で、こっちの方が同じお肉だけど安いですよって言ったら、でも私こんなに食べれないの一人でって言うから、あのね、おばあちゃん、サランラップあるでしょ、お家にって、でざっくりでいいから分けて冷凍庫入れとくと、いいよって、使いたい時使えるよって、まあどうってことじゃないんですけど、やっぱりお年寄りだから、買ったら食べないとみたいな、やっぱり発想になって、ラップで入れとくということが、あ、そうかそうか、行きそうでなかなか行かない発想だったよ。あんまりピンとこないのかもね。そうそうそう、したらいいこと教えてくれてありがとうって言って、いいえって言ってそのままレジに行ったんです、そしたら今度そのおばあちゃんが、レジの人がこう袋に入れる、なんていうの、台あるじゃん、あそこのところにカゴを持ってってあげたのはいいんだけど、おばあちゃん、あの片手が不自由みたいで、片手捕まったままなの、カートに。ってことは片手でカゴからそれを全部入れなきゃいけないわけでしょ。あー、大変だね。ネギとかなんとかって、で私が横に行って、大変そうだから、まあ大きなお世話かなと思ったけど、もしよかったら お手伝いしましょうかって言ったら、いいっていうか、いいですよって言って、ただその入れ方にこだわりがある人、まあ、中にはね、でいらっしゃるじゃん、だから一応それもお聞きして、おばあちゃん何から入れた方がいいとかあるって聞いたら、ないの、何でもいいから入れてくれたらありがたいって言うから、そう、って言って、まあ
潰れそうにないものから、うん、キャベツとかね、うん、そういうのから先に入れて、うん、全部入れたら、うん、おばあちゃんが最後にこって笑って、うん、どうもありがとうって言って帰ったんですよ、うん、でいいえって言ってこっちも笑顔になるじゃないですか。そうだね。だから、うん、その時間がなんか普通にスーパー行っただけなのに、うん、笑顔がつながって、うん、幸せ連鎖が起きたという、すごくなんかほっこりする時間になったんですよ、ね、いい話これ全部カットでしょ。え、なんでよおいおいあ、そう。でもさ、なかなかそうやってスーパーってこう、うん、なんていうの、まあ、みゆき所なんかはこう同じ女性同士でね、うんうん、でまあこうニコニコ寄っていけば、まあ、悪い人じゃないななんていうのはおばあちゃんにもわかるからさ、うん、いいけど、うん、これなんかやっぱり地元がこの新大久保だったりするし、はい、まあ、外国人の人いっぱいだし、うん、もうちょっとなんかお年寄りの人になんかこう軽く声なんかかけても、うん、ちょっとなんか怪しがられるんじゃないかと思ってさ、まして、あのマスクしてるじゃん今みんな。そうそうそう、だからこうなんだろうな、口元が見えないって表情が分かりにくいし、そうなんだよね。そうで、まして、まるちゃんは多分マスクしてると一見こわ表に見えるから、うん、話しかけない方がいいと思う。そうなんだよね結構やっぱ怖がられちゃう感じではあるからさ。でこんな優しいって多分分かんないと思う。あ、おふくろには優しいんだぞ俺は。そうだよね。あ、だから年寄りには優しくしてるつもりなんだけど、ね、うん、なかなかやっぱりね通じないっていうかね。そうね。だから、うん、まあ、女性の方がこうなんていうのかな、怖くないイメージがあるじゃないですか。例えばそうお手伝いしましょうかとか言っても。そうだよね、うん、男性がいきなりチカチカってこうやって来ると、うん、え、なんだろうって構えちゃう部分もあったりするから、うん、そうだね。そこはね、うん、やっぱりこう見ていて、うん、手出す。でもね、私その前の時に、うん、駅でスイカにチャージしてるおばあちゃんがいたの、うん、おばあちゃんはほっとけないタイプだな。そうなのよ、うん、おばあちゃんがいて、うん、おばあちゃん入れちゃいけないとこにカードを入れたから。入れちゃいけないとこ、鼻の穴とかに入れちゃってるの怪我するから入んないからそうだね、うん、入れて、うん、それが出なくなっちゃってたの。入れちゃいけないとこに入れちゃいけないとこに無理くり入れちゃったから、機械もびっくりしたんだよね。びっくりしちゃった。こんなとこからスイカ入ってきたから。そうそう、うんうんうん、で一生懸命やってるから、うん、え、取りましょうかって言って、やってみましょうかって横で私見てて言ったら、うんうんうん、いいわよ駅員さん呼ぶから。すごい勢いでキレられたの。だからね、そういう人がねたまにいるんだよね。いるんだよね。だからなんじゃこのババアって正直思いましたよ。思うよね。思った。じゃあいいやと思ってもうそのままスタスタ行っちゃって、うん、だからまあこんな時代だから話しかけられたことが嫌なのか、うん、そういうことされるのが、年寄り扱いされるのが嫌なのか、うん、どうなのかなって難しいところではあるけど、うん、ただあんまりそういう、まあまあ、じゃあいいか見てみないふりすればってなってしまうと、うん、やっぱりね、うん、世の中がちょっと冷たくなってしまうというか、うん、寂しい感じになってしまうので、うんうんうん、まあ中にはそういう人もいるが、うん、そのスーパーのおばあちゃんみたいに、うん、ニコッと笑ってくれて。そうだよね、うん、その方がだってお互い幸せでハッピーだし。そうだと思うんだよね、うん、でできる、例えば家の中でも、うん、まるちゃんもお母さんと住んでらっしゃって、うん、私も両親の方に行ったりとかっていうことをやるじゃないですか。もう相手が家族でも友達でも、うん、知らない方でも、うん、できる人間が、うん、私はやればいいと思うんですよ。思う思う、できることを、うん、そうだよね、うん、だからまあ、うん、中にはねそういう変な人もいますけど、うん、そうなんだよね、うん、うちの近所なんかでもね、一回うちの母親はやっぱりスーパーにね買い物に行った時、うん、そのあのみゆき嬢が言うように、うん、やっぱりそのタイヤのついたショッピングカートみたいのを押して、うん、でこう買い物しました。で買ったものをショッピングカートに入れて、うん、でなんかちょっと買い忘れたものがあったんで、ショッピングカートを自転車置き場に置いて、うん、なんか買いに行ってたらしいのね、その、うんうんうん、もう一回あの戻って売り場に、うんうんうん、でそれを買って戻ってきたら、うん、キョロキョロしたらカートがないと、うん、あれカートがないと思ったら、うん、50メートルぐらい先に知らないおばあちゃんが、うん、うちの母親のカートをガラ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 って普通に悪気なく引っ張ってたんだって。なんだろうそれ。いやだから、うん、その俺はね後から言った、いやそれ泥棒だよって言ったんだけど、うん、そうだね。そうだけどうちの母親もほらその泥棒だってかどうかさ確証がないじゃない。まあもちろん間違ったかもしれない。いや間違わねえから人のカート間違わねえよ普通はって言ったんだけど、いやいや間違ってはったら悪いからって言って、まあまあ、そうお母さんいい人ですね。でなかなか間抜けな声のかけ方がさ、トントンって肩叩いて、うん、それ私のですけどってそしたら向こうのばあちゃんも、ああそうでしたかだって
マジで、うん、そんなやり取りあんならと思ってちょっとびっくりしたけどね。そのおばあちゃんカート持ってなかったのかな。いやだからどうなの、手ぶらで来てカートで行ったのか、あなんか要するにカート持ってきたと思って、うんうん、だけど分かるだろうと思うけどね普通思うけどね、何でも持ってきちゃう人なのかなと思って。でもそこはだからあの本当にもう注意した方がいいよって言ったんよ。そうだね、カートとかね、そうやって適当にそこら辺にすぐ置いちゃうね、癖があるから気をつけてくださいって言っといたんで。そうだよね、そういろんな人がいますからね。はい、今年は本当にもう大変な世の中になってますけど。そうですね、でもまあみゆき嬢みたいにね、そうやってお年寄りに優しい若い子がいると本当になんかこうほっとしますよ。そうですか、うん、それはもう続けてほしいな。そうですね、日本マザコン協会の副会長としてもやっぱりおばあちゃんは大切にしてほしい。会長誰よ。会長うちの兄貴なの。ああお兄さんなの。そう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 、で敬礼はうちの弟ですから。ああなるほど、はい、身内で成り立ってるんです。やっております。なるほど、はい、まあちょっとねコロナであのギスギスしちゃう感じのある世の中だったりするから、うん、逆にね、うん、そういうところで気持ち的にこう人に優しくできるような状況で自分がいたいなと思いますね。私も見習いたいと思います。はい、以上杉浦は三田でした。さてほい、メールなどをいただいておりますので紹介したいと思います。はい、はい、こちらはラジオネームの筆武将さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオの番組とは直接関係ないことだけど、うん、長くグラビア収集をしていると、はい、今ではなかなかメディアつまり雑誌に取り上げてもらえない写真も、うん、その中にはもちろんみゆきさんのも、うん、若い頃は手ぶら、手ぶらね、手でおっぱいを押さえるやつね。いいな、流行ったんですよね世の中手ぶらが。そうなんだ、グラビアでよ。うんうん、うん、そりゃそうだね、うん、普通にその辺歩いて手ぶらで歩いたら割とチラッと見えちゃうよね。そりゃそうだよね、うん、グラビア撮ってたけど、はい、やっぱり、こちら後年バストトップまでフルヌード撮ってました。あそうなんだ、そうそうそう、なるほどね。みゆき嬢が、ヌードグラビアをやっていたっていうこと、ね、うん、やりましたね。これ、多分ね俺見せても清水清太郎さん、清太郎さんじゃないんです実は。じゃないんだ。じゃないんです。ずっと清太郎さんに撮ってもらってたもんね。そうですそうです、うん、でその後も撮っていただいてるんですけど、うん、私25周年記念に、うんうん、デビュー25周年の時に、うん、今から約10年前ですね、うん、の時に、うん、まあこれ最後のヌード写真集、最初で最後のヌード写真集にしようと思って、うん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 、私素人長かったんですセミヌードが。そうだよね、うんうん、引っ張り倒してて、うん、で清太郎さんにも芸能界でお前1、2を争うぐらいのセミヌードで引っ張る女だなって言われてて、うん、それぐらいずっと18ぐらい、あじゃない19ぐらいからですかね、うん、からずっとセミヌードやっていて、うん、でまあそこには私のこだわりがあってやってたんですけど、25周年の時に、うん、これ最初で最後の記念にしようと思って、うん、その写真集でフルヌードをやったんですよ、うん、あそうなんだ、そうなんです、そうなんです、結構じゃあ後半っていうか大人になってから脱いだ、そうですね、感じ16に25足すと41ですかね。なかなかのちょっとじゃあ熟女系みたいな感じ、うんうん、おだからその後グラビアはやってるんですけど、もう写真集は、うん、あのお話しいただいても、うん、ありがとうございますって終わりなんですけど。あそうなんだ、うん、へそうなんですよ。それはやっぱりどっか海外で撮ったの、日本で撮ったやつなの。淡路島行った。あそうなんだ、いや嘘ついちゃった、初島だった、うん、初島と淡路島、初島って言うとあれだもんね、あの熱海からフェリーで行けちゃうやつだもんね。それ、そこだよね、淡路島はね、うん、関西のだもんね、初島に行ったの、初島に行ったのね、うんうんうん、ああそうなんだ、熱海近辺とね、あ、うん、そうなんね、そうです、まあ、フルヌードね、はい、フルヌード、撮ってましたね、うん、今ご自身のお年を感じておられなかったら、うん、またぜひとも、うん、弾けたセクシーグラビアに挑戦してほしいということをいただいております。筆部長さんからありがとうございます。これでもどうですか、お聞きの皆さん、どうですかね、もういいんじゃないです か、うん、なんか逆にでもファンはいるかもしれんぞ、そういう、いや、うん、なんか節目で撮ったら、だから55歳60歳と65歳70歳だって50過ぎちゃったもん、もうだから次55歳でどう、いやいらんでしょう、ないぞ今割と熟女ブームだから。そうかな、あ若い子なんかいいんじゃないか、あのさ、うん、昔さ
例えばさ、うん、あとうとう脱いだかって表現をよくみんな、うん、とうとう脱いだか脱いだかってはいはいはい引っ張って脱ぐ脱ぐと思って、ね、そうそうそ う, うとうとう脱いだかみたいな、うんうん、で一回脱ぐと脱ぎ倒す人もいるわけですよ。まあだからあれって一回脱ぐとその脱ぎ仕事が増えるっていう、ね、そういうことですね。あの人は脱ぐからってオファーが来る、そう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 、うん、それは聞いたことあるけど、あるんですけど、うん、私は脱ぎ倒すのは嫌なんですよ。そこに自分のまあ、見てくださってる皆様がどう感じるかは、うん、まあ、ちょっと置いておいて、うん、置いとこう、うんと、うん、自分のそこにこだわりがあるんですよ、うん、例えば、うん、このカメラマンの方とだったら、うん、例えば清太郎さんとだからやりたいなとか、うん、この雑誌社さんだからやりたいなとか、いろいろあるんですよ、うんうん、だからその一回脱いだから永遠に脱ぐってことでもないんですよ、私の中で。だからってもう絶対脱がないってことでもないんですよ。おー、なるほどね、うん、じゃあこれからももしかしたらそのなんかカメラマンさんかその企画かなんかちょっとわからないけど、うん、自分の心境の変化か何かちょっとあったら、うん、まあ、あの絶対脱がないっていうことではないですよと。そうですね、うん、やぶさかではない感じだと。微妙かな。実はね、去年、うん、私デビューして35周年だったんですけど、それを記念して、うん、あるグラビアをやろうとしてたんですよ。おー、そうなんだ。そうなんです。なんですけど、うん、まあそのコロナの影響で非常事態じゃないなんじゃないっていうのが出続けてたので、そうですそうです、うんうんうん、あ、緊急事態で非常事態じゃない、そう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 、戦火じゃないからね大丈夫大丈夫、うん、なので、うん、あのロケが中止になったりとか、そうなんだ、いろんなことになってて、うん、でももう今年になっちゃうと今度私の中で理由がなくなるんですよ、うんうんうん、35周年じゃなくなっちゃうからね。そう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 、ということで、まあね、またやるかどうかっていうのは分かんないですけど、うん、そういうのってやっぱり縁のものだったりとか、そうですね、タイミングとかいろいろあるもんね、うんうんうん、ここ一発やっとこうみたいな時にやっぱり外れると、じゃあまあいいかなになっちゃったりとかね、うん、そうなんですよ、するよね、うん、だからまあどうかな、この先分かんないですけどね、でももういいかな。いやいや、でもこうやってリスナーさんがね、どうでしょうなんて言ってくれてるんだ。これちょっと皆さんから意見集めて、なんならあれですよ、あのクラウドファンディングで予算集めてくれるなんでよ、あの僕カメラマンできますよブレブレの写真になっちゃいますけどあのいやでもね、そういう、うん、こう近い人が撮ってくれる写真っていうのはやっぱそういう表情が撮れるから、うん、そうかもしれない、うん、あ、全部多分なんか歯全開にしてゲラゲラ笑ってる裸ばっかりになっちゃうと思うけどなんだでもね、笑顔の写真っていいと思いますよ。そうだよね、裸んぼでも。そうだよね、うん、ナチュラルで、やらしさっていうよりもなんかこう健康なこうなんかバーンっていう感じが、そう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 、それもありだと思いますよ。ミキジョなんかそれが売りだったりするから。そうですか、うん、いや、まるちゃんだけですよ、そういうぜひぜひ、ね、ぜひぜひ機会がありましたら ね、はい、はい、だからそっちのね、あのミキジョに脱いでほしいっていうお便りもどしどしお待ちしておりますいらないいらない、そんなお便りでも番組のメールはね、はい、ぜひぜひ、そうですね、レディクロのホームページから、はい、みゆきとむらさんのページに行っていただきまして、そこのリクエストフォームから送っていただきまして、はい、そしてなんとですね、はい、番組ステッカー、あ、そうだ、ステッカー作りました。そうです、はい、このステッカーをですね、はい、メールを読ませていただいた方に、はい、送らせていただきたいと思いますので、そうですね、ぜひぜひどしどしメールください、うん、はい、ステッカーバンバン貼っちゃいますから、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今夜もあっという間の30分でしたね。でした、はい、楽しかったです。そうですね、はい、春は近くなってきましたが、うん、花粉という敵がね、多い、多い、もう飛び倒してるんでね、はい、皆さんくれぐれもご注意ください、はい、ご注意ください。はい、はい、ということで、はい、それでは今日もお疲れちゃーん。